guys, welcome to a brand new episode of Tenchu Z. This is Ryan with Undead Empire Gaming, and let's see here. A lady assassination. And a follow. Well, we'll do this one first.雅の方、小川原に組みする敵対国の奥屋敷を束ねる女人であり、内政に影響力を持つと噂されている。この者を始末することで敵対国に動揺を与え、内部より切り崩しを行う。戦国の世は非常である。忍びは与えられた使命を全うしてこそ、その存在が認められるのである。 何者だい？ わかりました。あとお願いします。
越後は平助は追いである六兵衛の死に不信を抱き自らの身を伊豆子へ隠すつもりであることが明らかとなるしかしながら切れ者と名高い平助である誠のところは定かではないその思惑を確かめるべく今しばらくは泳がせその動向を探ることとなった まったく六兵衛めたらぬたらぬとは思っておったがよもやここまでたらぬとはゴータの影見てめえなんだ この世は金じゃ。 誰か！ No. You didn't see shit. You why'd you turn around? I don't need your fucking consolation prize.
これだけ遠回りすれば大丈夫じゃろうって。 誰かいるのか？急がなくては。 確か、あの方角は港町。さすが悪の親玉というところかい。でもちょっとばかり遅かったようだね。 Cool, and that'll be it for this one, guys. Next time around, we'll probably get Echigoya at the harbor, but we'll see what happens. Thanks for watching. We'll catch you next week.